映画ファンディング新しい未来をつかみ取れ虎の子速報プレミアム。はい、じゃあまずさ、それ聞いていくんだけど、今回令和の虎で、はい、出たお金が400万でしたよね。はい、これ400万、はい、これってもう一回おさらいなんだけど、はい、細井さんから200万、それから高田さんが100万、はい、そして岩井が6人目の虎で出ちゃって100万、はい、で合計400万、はい、出たわけだね、はい、で、ちなみにさ、広田君自己資金はどうやって出せる？100万円、はい、はい、じゃあこれで、自己資金これが100万円ありますと。はい、間に合う？大丈夫です。はい、これ400万と100万、はい、ということで、まずは合計500万円というお金を使ってこの塾をねスタートしなきゃいけないじゃないですか、はい、でちょっと整理したいのは、はい、このお金の使い道なんだよね、はい、まず最初にかかるのは場所を借りるのにお金かかると思うんだけども、はい、ちょっと知り合いでかなりいろいろとなんかこう善意でやってくださる人、はい、ちょっとそれを教えて。いつもお世話になっている設備屋さんの、はい、事務所が移転するということで、うん、今までそこで使ってた事務所と、もともと塾として看護学生用の塾として使ってた部分が、はい、4月に空いたということで、なるほど、そこの2フロアを使用してやってほしいっていうふうに言われて、はい、まあ、すごい安い値段で、はい、安いから、まあ、そうは言っても当然その入るときには普通だったら資金とか権利金とかね、そういうのを納めなきゃいけないじゃん、はい、それいくらぐらいかかる？まあ、敷金とかその不動産業者は挟まないんで仲介、うん、手数料はなくて、うん、ただまあ長期でやっぱり地域に根付いてほしいってことで、うん、一応最初に5ヶ月分の家賃を前に支払って、はい、最後出ることがあったとした時に、うん、最後の5ヶ月と総裁という形で。あ、じゃあ5ヶ月分かかるんだよね、はい、ちなみに家賃いくら？うん、まだ、正式には決まってないんですけど、はい、10万から12万で2フロアです。なんと、はい、2フロアで、はい、ちょっと待って、ワンフロア何坪ぐらい？25坪ぐらい。じゃあ50坪で家賃が10万から12万って話？はい、やばくない？やばくない？これ東京だったら安いところで坪単1万で50万とか60万かかるわけやんか。すごいね。ということはまずはいわゆる権利金、はい、権利金で12万と考えておいた方がいいから、12万かける5ヶ月が60万か、はい、はい、これで60万かかりますと。はい、次に大きくかかるのはこれ、ごめん、僕塾の先生なんで、こうやって質疑応答でやってたら面白いかな、はい、次に大きくかかるのは何ですか？は内装。正解です。はい、正解です。内装、これまだピンときてないかもわからんけども、そんなに使えへんで、これ絶対、はい、いくらぐらいかかるよ？同じ60。安っ。ちょっとズッキーこれ2フロア50坪の内装に60万ってどうよ？2フロア安いと思いますよ。どこまでの内装をやろうと思ってるかだよな、はい、その3階の部分は塾として使用したので、うん、割とその教室っぽいもう形で残るので、なるほど、ということはか、まあ、簡単に言えば居抜きで使える感じ、居抜きでほぼ使えるかなっていう、はい、ということはメインは2階やな、はい、この2階は内装に何をしようと思って、床の張り替えと、うん、あとクロス、うん、とあと、古い蛍光灯なので、うん、まあ、LED に変えるっていう、うん、床は汚いんだ。汚くはないですけど、ちょっとお世話になってる方の事務所なんで、はい、汚いとは言えないですけど。確かに汚いとは言えないけど、やっぱり自分の気持ちとしては張り替えたい、はい、で、要はクロスってのは壁だよな、はい、はい、で、電気、そうですね、電気もやっぱり明るい方がその勉強するには、そのぐらいのものだったらどうなんだろう、感覚的にどう、ヨネダどう思う？あとは工事の、うん、頼む知り合いとか伝えがあれば、設備屋さんがその元の貸し、あ、そうか、そこですでにやってもらえば、そう考えれば、その想定する金額で、なるほど、なるほど、ね、本当に60万にするからな、大丈夫か、はい、60万、はい、はい、次にかかるのはなんだ、やはり備品管理、そう、賢いじゃん、さすが医学部だよね、俺が求めてる答えがボンボン出ますよ。
この辺ね、ずれてるやつはわけわからないこと言い出すからね。本当に設備だよね、はい、これ大体どのぐらいかけると思ってる。その生徒のスタートの人数によるんですけど、一、うん、人当たりで考えてるのが一応2万円、うん、机と椅子のセット、はい、あとあのパーテーション区切り、はい、で、まあ、2万から2万5千円と考えて、はい、マックスは40人ぐらいの規模で考えてるんで、うん、マックスまでいくと100万になるんですけど。なるほどなるほど、はい、はい、じゃあ分かりました。100万で、これの内訳は 2.5 万かける40人かな、はいはい、これもね、割と適正なこと言ってると思う、はい、あの僕は塾やってたんで分かるんだけど、塾の子どもの机と椅子って思ったより安いんですよ、うん、数千円単位でやれるんですよ、はい、なんでワンセットで机と椅子でもおそらく1万5000円とか最大2万円かかんないなと思って、はい、普通だよね、その代わり。まあでも最初から凝ってさ、金かかるようなことやっちゃダメだから、はい、一番安いのを今は使うべきだと思うね、はい、それにパーテーションまで、実はパーテーションが高いよ、はい、うん、そこのところはちょっと微妙だけど、まあ100万ぐらいと、はい、はい、次に買うのは何ですか。次はやっぱり広告費。そうだね、生徒募集のための広告費だね、はい、広告宣伝費、はい、これちょっと置いとこう、はい、他に何かあるのか。あとはそのパソコンであったりとか、はい、まあ、コピー機とか、うん、あと本棚とかその参考書類っていうのが必要になるか。これこの人こんなこと言ってよ、これって設備に入らんのですか。設備に用としたんですけど、ちょっとあの枕が落ちちゃったんで。はい、なるほどなるほど、はい、どうしよう。じゃあここ設備100万じゃないよな、今言ったそのパソコンとか、はい、本棚とか本棚プリンターとか、プリンターとか、はい、でまあ変な話プリンターとかはリースでいいよ、はい、ね、だからそこはカウントしなくていいと思うけど、それざっくりいくらぐらい。僕本も含めて、うん、本当全部合わせて40から50で考えます。ちなみに今置く本って言ったけど、何を置くのよ。中学生の教材です。教材、はい、それアバウトすぎるんだけど、要は子供たちがそれぞれが自由に使えるような参考書とか、はい、問題集をバーッと揃えて置くってこと。そうです、はい、なるほどね。これさ、はい、あの番組で募集したい。ただでくれる人なんぼでも、はい、うちあげるよなんぼでも、あの余ってるから、はい、そういうのにあんまお金使わない必要ないんだけど、でもまあ50万つなこれ150万にしとこうか、はい、はい、もう一遍戻るよ、はい、はい、他にやるがいい、じゃあちょっと日村君止めといて、うちのメンバーに聞いてみよう。一つの塾を開講するにあたって今順番にこういうものにこれだけのお金かかるってことを出してってるんだけど、他にかかるお金って何か想定されるものありますか。そこそこの金額になるもので。人件費。人件費、人件費ってちなみにこれ最初君だけでやろう。そうです、私と妻が一応事務みたいな形で。なるほど、はい、じゃあ今回の場合は人件費は置いとこうか、はい、はい、開校の時にかかるお金だよ。ちなみにあの動いていく時にあのかかるお金は人件費ってのは、開校のために広田君は500万しか使えないんだよ。でこの500万順番に今いくら渡る。270万、はい、残りまだ230万ありますと。でここにいくら使うかをここによって決まってくるわけですよね。何かありますか。挙手でいいよ、うん、うこれ広告宣伝に入るかもしれないですけど、ホームページは持たないのかな。そうなんですよ、はいはい、ホームページがね非常に重要になってくるんですよね、はい、まあ多分大きなお金っていうことになるとこういうことかもしれないよね、うん、ね、はい、さあ、じゃあズッキーの感覚でいいよ。まあそんな大層なホームページ作らなくていいと思うんだけど、うん、まあ格安でさ、いくらぐらいで作れるかな、これ。でも100から150ぐらいかかるかもしれないですね。ねえ、ページは150って言うといいかもしれないですね。これ自分の発想の中になかったろ。ホームページはあったんですけど、金額はちょっとそうですね、そこまでと思ってます。うん、うん、あの素人考えだと、はい、ホームページってこんなに書けないよな。そうですね、はい、ね、多分30万とか20万とか。そうなんです、はい、でもダメだよねこれじゃ、うん、うん、やっぱさこういう時代なんで、問い合わせをした人たちが最初にホームページに飛んできて分からない状態じゃん、あんたの塾が、はい、そこを急に訪問してそこで面談して契約でなかなかつながらないので、このホームページ上でいかに君の新しい塾が他と差別化されていて、はい、こういうことができるんだってことちゃんと伝えていかなきゃいけない。それをやろうとするとやっぱど素人が作ったんじゃダメだから、まあ、プロに
発注して作ろうと思うと、今ズッキーがやってる、俺も同じで、まあ、100から150くらいかかるだろうなと思うわけですよ。もう一回渡るくん270と150だから全部いいかなった。はい、だったらここ80万しかかけるんで、ねえっていうのが今の現状ですわ皆さん。であえて言うとですね、ここで見たコメント欄、自分の、はい、何書かれてた俺言って、その言ってるコメントとして出ることに対してだったりとか、うん、その教育業界の人たちにすごい優しいっていうか、うん、肩入れをしてるみたいなことが書かれたりとか、この答えは僕が求める答えではありません。はい、もっと俺なんか辛辣なことを書かれたじゃないですか。あの自分の会社の宣伝目的で、はい、そのお金を出せるじゃないか。宣伝目的というよりは自分の会社に利益を得るために、はい、ね、やってんじゃないかって書かれたわけですか。腹立つわ俺は本当に。読んだろ、はい、どう思った。いやだからまあこういうふうに他にもろもろ書かれる経費の中では広告宣伝費ってそこまで大きいもんじゃないんで、まあ、そこはそんなにね、あの利益としてっていうことが違うなと思って。だってさ、普通に考えたら、うん、じゃあ公営にこれ質問するよ。もしうちの会社が新しく塾を出すにあたって全面的に広報のお力添えをするとなったら、まずは塾名から始まったらね、はい、塾名考えます、決まったら今度ロゴを作ります、で当然のことながら新聞折り込みチラシで生徒募集はこれアナログだけでやらざるを得ねえ、あの塾ってまあこれやります、ポスティングのリーフレットもいりますっていうところまで行ったら感覚的でいいよ。田舎だからね、田舎ってまあ宇都宮だけど、まあ地方都市じゃないですか。多分巻く枚数ってせいぜいね3万枚から5万枚ぐらいだと思うんですよ。 でもチラシは1回じゃいけないから2回とか巻くですね。ざっくりでいいよ。いくらもある300から500ぐらいかかる。だそうなんですよ。だ300から500万ぐらい実は広報にかける、はい、ちなみにうちの塾もう34年やってますけども計算するんですよ、はい、1人の生徒を入れるためにいくらぐらいのお金をかけてると思いますか。30万ぐらい、30万はちょっと多いかもしれないですよ、うん、でも1人の生徒を入れるのに結構なお金かかるんですよ、うん、でも生徒の授業料なんて1万5000円とか2万円じゃないですか。じゃあどういうことって言ったら平均在塾年数ってのを計算するんですよ、うん、で塾生が一応ね 2.5 年いてくれると考えるんです僕らは。そうすると例えば1ヶ月の授業料が2万円だとすると12ヶ月で24万円、24万円の2.5、 はい、工芸君計算して、55万は。はい、じゃあ城田君60です。ほらね、ここで出ましたな出ましたな。はい、ちょっとうちのチブが出ちゃったこれ60万で、しかもこれは授業料だけなんですよ。で、夏季講習とか冬季講習とか春講習とか特別講習とか、はい、でいろんなものが年間に例えば10万円プラスされるとするとその 2.5 倍だから25万じゃないですか、と合計で85万円なんですよ、はい、85万円の売りが立つっていう計算のもとに、じゃあ広告宣伝費をその何パーセントくらいかければ A ができるだろうっていうのが実は考え方なんですよ。これ何パーセントだと僕一応 0.20%、 はい、ヨダ君いくら、はい、85万の 20%、 17万。はい、正解です。やっぱり攻撃君だけがバカでした。はい、ってなると一人の生徒を取るのに17万円かけてもなんとか会社はやっていけるって話になるわけですよ。そうすると君は今40人だよね、はい、40人の生徒を取るのに17万かけたらここか680万、はい、だからさっき工芸が5、600万かかるって言ったんだっけ。300から500、はい、これ初期段階なんで知ってもらうことも含めたら実はあながちとんでもない数字じゃなくなってくるわけです、はい、でこれからは君は一人の生徒、まあ単価も違うだろうからね、これがそのまま当てはまるとは言わないんだけども、実は
生徒を集めるのに結構なお金はかかるんですよ。ただ一つ言えるのは、最近は僕らの時代ってチラシしかなかったでしょ、はい、チラシとかポスティングしか。でもこういうものの有効性だとか SNS とかっていうのがあるので、そこの部分で広告宣伝費をこれから発信していくべきだろうなとは思うんです。はい、でですよ、それからしても今一番やばいのがこれなんですよ。どう考えてもこのたった80万円のお金を使って広告宣伝をするっていうことになると、生徒は本当に集まるのかって話なんですよ。で僕らはね、ああやって知り合ったよしみだしね、あの同じ同業なんで何としても僕成功してもらいたいと思ってるんで、僕たちはただね、僕もこの会社の社長なので自分の思いだけでただ働きしろというわけにはいかないわけです。でもほとんど多分ただ働きになるんだけど、なんでかっていうと、チラシ作ったりリフレット作ったりってことは印刷するわけじゃないですか、はい、印刷原価はもともとかかるわけだから、そういうものも含めてとにかくこのぐらいの世界の中で全部をやっちゃわなきゃいけないので、もう僕の感覚としてはまだ彼らにあの承認もらってないんだけど、まずは一番最初に僕が言った君の塾の名前、それからそれに伴うロゴですね、もうこんなものにお金もらってたんでは進まないもんね。いかがでしょうか。もうしょうがないですね。無理やり言わせたらいいな。はい、ね、だからもうこれさ、もうまずまず大前提としてこれは俺たちとして新規開講のプレゼントだよね、はい、ね、ということが前提です。で、チラシ作ります。この作るのにも米田君どういう人が動くんですか、うちの会社で言えば、ライター、プランナー、デザイナー。そうなんですよ。最低でもいわゆるプランナーと言われるね、人間がいて、そのもとにデザイナー、コピーを書く人がいて、この3社、さらにそれを回していくこの営業マンたちっていう人間たちが、ね、4人、5人で動いて初めて一つのチラシができるんだけど、そこの人件費とかまでいろいろ考えていっちゃうと数字は跳ね上がっちゃう。でもそれとは別にうちが関係なく外部の業者で印刷業者に払う原価っていうのは、ささこれを俺たちが負担するってことだと何やってるのか分かんないわけだ。これは君はやらなきゃいけないよって話があるね。あと問題はこれですよね。そうですね、はい、ここにどのぐらいかけるかってことは、そのバランスをうまく考えながらやっていこうと。で今日これあの実は動画にして流そうと思って今も撮ってるんだけど、僕たちは今回これを令和の動画で流すことによって目的が2つあるんですよ。一つは当然のことながら、ひろたくんの、塾をたくさんの人に知ってもらって、できたら栃木県にいる人で、あなたの塾に通えるような、距離感の人たちが、これを見たら、あ、なんかみんな一生懸命やってんだな、面白そうな塾だな、ね、あの、なんかこの塾にうちの子供会話したいと思う人が、何人か現れれば、あなたのためになるじゃないですか。これは一つ目と。二つ目は、自分たちが、その今回収益とかをちょっと一旦置いといて君を支援しようと思ったら、これ動画に流してちょっとは広告宣伝費が入ってくると思うので、そういうことでバーターみたいな感覚を我々が持たざるを得ないなというふうに思ってるっていうところでこれ動画に撮ってます。はい、はい、なんであのね、初めて動画に出るヨネちゃんとかね、あの大丈夫ヨネちゃん大丈夫大丈夫、はい、米田君です改めて、はい、そして永山君は入ったばっかりです。何ヶ月ある？1ヶ月。さあということで、まあここまで一旦整理がつきました、はい、もう一回確認しましょう、はい、納得できてますかこれ、はい、大丈夫、はい、はい、じゃあ一旦これで今日打ち合わせをね、この後続けていきますけども、次のステップとしてはズッキー何になるんだっけ。何を具体的に広告宣伝で作るかっていうところをまず決めて、はい、でそこの内容をまあちょっと今伺えるところを伺っていきたいなっていうのが一点と、あとはまあ塾のそのネーミングを考えなくてはならないんで、そこに対してのこう広さんの思いみたいなのを聞かせていただいて、はい、こういうことは絶対伝えたいよみたいなことがあれば、はい、そのあたり聞いていきたいなと。そうだね、はい、あの本当に大事なのは理念だよ、はい、あなたがどういう思いを持ってこの新しい塾を作っていくかっていうことをちゃんと僕たちに伝えてもらって、でズッキーとかヨネちゃんがそれをどう理解してどういう言葉を作っていくかっていうのがすごい大事になると思うんですよね。でそれをさまざまな要は
チラシとかリーフレットとかホームページに反映させていかなければ効果が出てこないと思うので、そこのところはしっかり進めましょう、はい、で多分その後に僕らは社内コンペとかやるんですよね、はい、ネーミングにこの辺ずきちょっと説明して、あ、はい、どのステップなのか、まあ、一応あの平瀬さんから、まあ、今日こういただいたオーダー、まあ、これオリエンテーションと呼ぶとしたら、その今いただいたオーダーを社内の、まあ、米田含めたコピーライターたちに、まあ、共有していって、で、まあ、大体1週間ぐらいかけて、まあ、それぞれがそういう思いがあるんであれば、こんなネーミングどうだろうかみたいなことをですね、まあ、持ち寄ってくるんで、まあ、それをもとにして、まあ、あの広瀬さんにお示しするような案を複数案選び取ると、それを僕らから広瀬さんにもう一度お示しさせていただいて、はい、あ、これがいいですって決めていただくっていう感じになってます、はい、最後は僕らがいいと思うもので決まるんじゃなくて、あなただからね、はい、君が、あの僕らはみんな、え、それ選んだのって言っても結果は自分のものとしてこれから動いていくわけだから、これ他にもヨネちゃん同じだよね。僕らがやるときにも僕らがなんかご利用するわけじゃなくて、やっぱり最後はクライアント企業さんなり学校さんなりの意思が強くなるということですよね、はい、ということになると思いますので、ちょっと頑張っていきましょう、はい、はい、